今回ですね、皆さんに集まっていたのは他でもありません。メル TV、誰が一番おバカなのか抜き打ちテスト。16問ですね、リカは。気づけばいいじゃないよね。
本当に。はい、終わりです。皆さん終わりです。はい、ということで全教科これで終了しました。お疲れ様でした。やったねー。やったー。この後、丸付けをしてまた戻っていきます。でちょっとね、皆さん展開とかというかお話しさせていただいて、でここに順位を書いていこうと思います。はい、最下位の方は罰ゲームが待っているので楽しみにしててください。ね、丸付けをねしていきます。どうなんですかね。1問目のくすま、え、嘘でしょ。くすぬぎって書いてるんだけど、もうじゃん。くすまきをくすぬぎって書いてる。はい、答え合わせしてきました。全科目ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ある意味さすがメルティビメンバーだと思いました。イエーイ。じゃあ、あの1ゲームの社会の方から答え合わせをしていこうと思います。あのチンクアイドの方はさらしていきますので、あのまず最初にあの社会のトップと最下位あの発表しますね。社会のトップ、サラさん。あのもははちゃん。やばいやばいやばい。みなちゃんはその次。マジか。はい、あの皆さん、あの自分の手元にありますね。はい、この1問目、こちら答えはテラですね。テラ。あー、はい、レオちゃんなんて答えました。単語。単語、ありがとうございます。イエーイ。すごい。キムちゃん74
せーの、えい、はい、皆さんわかりますね。そういうこと、電車って書きました。あー、それトレインだね。はい、2番、ももかさん、なんて答えましたか？僕、ラブ、若いラブと若にゃん、カタカナで、あ、ラブだけ英語ですよね。僕、ライス、若にゃんって感じですね。はい、はい、5番、疲れたお水ちょうだい。こちら、雪だるまさん、ほのかさんがすごく似てるふざけ方をしました。はい、もしふざけてね、雪だるまさん、まずちょっと言ってもらっていいですか？はぁ、こうだった。はい、英語で、はぁ、書いてますね。疲れたんだな。 H、 H、 え、どうぞ。 HUU、ウォーターフリー。はい、サラさん、おめでとうございます。
てもらいます。やめてほしい。夏休みの宿題やん。めっちゃくさいですよ。ありがとうございます。はい、妹と一緒にやります。はい、頑張ってください。ということで、LTV の受験生でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ、せっかくなんで、最下位のねおちゃんにこれをつけてもらおうかな。はい、リリース。レイ、ありがとうございました。では、人の右は、知りません。